はい、おはようございます。波乗り三昧です。2019年5月31日金曜日8時25分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ腰ぐらい。天気は曇り、強い東寄りの温床が吹いてます。人数は20名ほどです。で今日はですね、右階段と左階段のちょうど中間あたりで撮影しています。潮回りは中潮で干潮が7時33分プラスの34センチ、満潮が13時56分プラスの1メーター2センチとなっています。今日はですね、日本海側より近づいてくる前線に向かって、東寄りのね強い温床が6時半ぐらいからね吹いている模様です。それでですね、今日の波のコンディションなんですが、新興のねサーファーどうにか波には乗ってくれているんですが、ほとんどいい波入ってきていません。風でですねざわついていますし、まとまりもないというね、そのような状況です。ということでね、今日は動画の撮影短めに、させていただきました。後半の分ねほとんど乗れていませんのでご了解ください。よろしくどうぞお願いいたします。そろそろ時間となります。毎日の撮影の励みとなりますので、グッド評価、コメント、チャンネル登録していただくととても嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。